はい、皆さんこんにちは、和仁です。いやー、大谷選手すごいですよね。今日はね、もう大谷選手をね、哲学しちゃいます。何がすごいってね、私ね、これ3つポイントがあると思うんですよ。1、有言実行。2、メンタルの強さ。3、偉業です。確かにそうでしょ。まずね、1つ目の有言実行ですけれども、これ二刀流で成功するとかね、WBC で優勝するとか、もう決めたことは必ずやり通すわけですよ。この実行力。そしてなんといってもこの二つ目のね、メンタルの強さ。どんなに否定的に言われてもね、どんな苦境に立たされても、またどんな誘惑があっても、微動だにしない鋼のメンタル。かぁ、羨ましい。そして何よりね、三つ目の、この二刀流として、また世界一のプレイヤーとして、記録を更新し続ける偉業ですよ。まあ、これらの根底にあるのはね、やっぱり常識にとらわれない力なんじゃないでしょうかね。まあ二刀流がね、典型的ですけれども、前例がないとかね、成功しないとかっていうね、そういう常識にとらわれることなく、断行したわけでしょ？ここがね、やっぱり一番大事だと思うんですよ。出ないとね。今の大谷選手は存在しませんよ。これってね、単に常識を疑うんじゃなくって、先に理想を掲げて常識にとらわれることなく、その実現に邁進する力なんですよ。それはもうね、これ常識が無化されてしまうという意味で、無常識力って呼んでんじゃないですか。常識なんてこの場外に吹っ飛ばすようなね、力ですよ。野球だけに。いや、私たちがね、大谷選手を超人的だとか、すごいって言ってリスペクトするのは、この無常識力にあると思うんですよね。だってね、普通は常識を無化して生きるなんてこれ、怖いですから。でもね、本当はこの世の中、二刀流に限らず、できること、いっぱいあるはずなんですよね。怖くて試してないか、試せるっていう可能性にさえ気づいてないか、どちらかだと思うんですよね。まあ私たちはね、日頃それだけどっぷり常識の波に埋もれちゃってるわけですよ。ということでね、大谷選手から学ぶべきことは、この無常識力だと思います。わあ、大谷選手すごい。で終わっちゃったらこれもったいないでしょ？もしね、誰もがこの無常識力を使って世の中を変え出したらどうなるか。だからね、皆さん、今から私が言うことを実践してください。いいですか？まず人生でも仕事でも何でもいいので、常識的には不可能だと思われる理想を掲げちゃってください。掲げました？じゃあ次にね、無常識力を発動させて、それは絶対可能だと思い込んでください。そうすればね、もう実現する方法なんていくらでも見つかりますから。私たちはすぐね、先にこうどうやって実現するかできないだろうと思っちゃうんですよね。それ後でいいんですよ。大事なのはまずできると思うことです。できそうな気がしてきました。さあ、次のバッターボックスに立つのはあなたです。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。